ようこさん、こないだごめんなさいね。私ったらうっかりあなたの分の予約をし忘れてて。本当ですね。今回もまたうっかりしてたみたいですね。そうなのよ。いつもだったら家族3人での旅行でしょ。ついあなたも一緒だってことを忘れてたのよね。今回の旅行はあやさんが誘ってくれましたよね。自分から誘っておいて嫁の私だけ予約し忘れるなんて、うっかりというよりわざとでは？わざとだなんて、そんな意地悪を私がするわけないじゃない。私は今でも覚えていますよ、あやさんが。でも家族旅行の主役は私たち3人だし、嫁くらいいなくてもいいよね。で、遠回しに帰れって言ってきましたよね。ほら、そんなこと言ったかしら。思い出せないわ。なんかあるとすぐに覚えていないふり、もういい加減にしてください。やだ京子さんたら、うっかりのミスなのにそんなに怒ることないじゃない。誰だってうっかり間違えることはあるものでしょ。でもそれが何回も続けばもはやわざとですよね。ひどい時は私たちが予約した旅館やお店も勝手に私の分だけキャンセルしてましたよね。そんなことあったかしら。全く思い出せないわ。はい、私ったらついにボケが始まっちゃったかしら。ほんといつもいつもごめんなさいね。そうかもしれませんね。昨年結婚した嫁をまだ覚えてくれないんですもの。ボケとしか言いようがないですね。ああ、それかあなたの存在感のなさかしら。え？顔立ちがはっきりとして綺麗なお嫁さんだったらね。そしたらさすがの私も覚えてるんだけど、涼子さんは鼻も平たいし目も小さいし。そうでしたか。でも浩太さんが可愛いと言ってくれる顔ですよ。はあ、過ぎてしまったことはもう何も言いません。ですがこう何回も忘れられては私だって傷つきます。浩太さんと籍を入れてもう1年経ちましたし、結婚式だってあと数ヶ月です。そろそろ私を嫁だと認めて嫌がらせをやめてください。だから私は嫌がらせじゃなくてただのうっかりなの。うっかりは仕方のないことなんだから諦めてちょうだい。わかりました。あくまでもうっかりのミスだと言い張るんですね。これ以上話しても無駄だと理解したので失礼します。コータ、仕事中にごめんね。ちょっといい？どうした？俺ちょうど昼休憩中。この間の旅行のことあるでしょ？それについてあやさんから連絡があったの。母さんちゃんと謝ってた？本当にあの日はごめんな。たまたま部屋が空いてたからよかったけど、いい気持ちはないよな。謝るというより開き直っていたわね。え？うっかりだったのがあやさんの言い分よ。ごめんの一言はあったけど、どう考えてもあれはわざとよね。やっぱりそう思うよね。京子の分だけ予約されてないのって前にもあったし、俺もさすがにおかしいと思ったんだ。だから今回はしっかり予約してくれよって念をしたってしてたのに。コタ、実は他にも似たようなことがいっぱいあるの。ずっと黙っていたけど、あやさんからの嫌がらせはまだまだあるわ。え？外出先で私の予約を忘れるだけじゃないの。お家にお邪魔した時も私の分だけ食器やお茶は出されない。出前も私の分だけ頼み忘れちゃう。こんなのはしょっちゅうあったわ。え？あ、待って、俺そんなの初めて聞いたんだけど。空気を壊さないように私がごまかしていたからね。でもあやさんはいつもうっかりしてて、で言い訳するの。しかもまだ嫁がいること祈れなくてっていうのよ。私はもうあなたと結婚して1年経つのに。本当にすまない。母さんが今までそんなことをしていたなんて気づくこともできなくて本当に申し訳ない。コータは謝らないで。こんな嫁いびり耐えられると思ってすぐに言わなかった私も悪いから。京子、でもね、私もう限界なの。この間の旅行は初めて京子さんから誘ってもらえて、ようやく嫁として認めてもらえたと思ったのに、なのにあんな仕打ちで心が折れちゃったわ。俺もさすがにあれにはドン引きしたよ。母さんはうっかりしてたわって謝らないし、父さんも隣にいて何も言わないし、あんなのが両親で恥ずかしいよ。ねえコータ、あと2ヶ月で私たちの結婚式があるでしょ。私このままの状態で結婚式をあげたくないな。え、待って待って、それってもしかして結婚式中止？俺との結婚やめるなんてことは言わないよね。言いたくないから一緒に考えてほしいの。え、
こんなことをあなたに言うのは申し訳ないけど、結婚式に何かされそうで私はすごく怖い。そんな不安がどうやったらなくなるのか一緒に考えてほしいの。そうだな、結婚式は京子が主役だ。その主役が不安そうな顔じゃ結婚式なんてやる意味ない。ちょっと二人で結婚式について考え直そう。本当に？週末の休日一緒に対策を考えよう。それまでに俺いくつか案を考えておくよ。ありがとうコウタ、そう言ってくれてすごく嬉しい。俺の方こそ不安を話してくれてありがとう。今回っていうか今まで俺の両親が本当にすまん。あやさん、どういうおつもりですか？ちょっと朝早くから一体何なの？それはこちらのセリフです。式場から朝一に連絡がありました。どういうことですか？今日の挙式のキャンセル連絡を入れたそうですね。それが何か問題でも？は？今日は7月の第2日曜日。毎年この日は家族3人で山登りに行くのが恒例なの。だから邪魔な予定はキャンセルしてあげたのよ。結婚式が邪魔な予定ですか？邪魔以外の何者でもないわね。何か悪いことでもしたかしら？それ、本気で言っています？息子さんの結婚式なんですよ。息子のコウタさんが嫁の私と結婚する大事な日なんですよ。はて、うちの息子に嫁なんていたかしら？はい。うちはずっと夫婦二人と息子の三人家族よ。息子に嫁なんていないはずだわ。あやさん、それは本気で言ってます？だとしたらあなたは今誰と LINE してるんですか？ごめんなさいね。私年だし、こんな早朝だし、ちょっと頭ボケてるのよ。は？ほら、息子には嫁がいたような気もするんだけど、最初からいなかったような気もするわ。ならもういないってことでいいかしら？は？それなら挙式のキャンセルも何も問題ないわよね。はて、息子に嫁なんていたかしら？思い出せないから挙式をキャンセルされても仕方がないわ。挙式は先月やりましたよ。ついにボケちゃいましたか？え？では式場にはボケた姑は勘違いの電話をしたそうですと伝えておきます。今後はよそに迷惑をかけない範囲でボケてくださいね。え？挙式は先月って、え？どういうこと？あなたとコウタの結婚式は確か今日だったはずよね。あれ？ボケは治ったんですか？私が嫁だってこと思い出したんですか？あ、嬉しいです。もう一生嫁だと覚えてもらえないと思ってたので、あやさんが私の存在を覚えてくれてて感激です。そんなの今どうでもいいのよ。それよりも挙式は先月ってどういうこと？ちゃんと説明してちょうだい。説明も何もその通りなんですけど、あやさん本当にボケて忘れちゃったんですか？私とコウタさんの結婚式なら急遽先月に前倒ししたじゃないですか。え？あやさんたら本当にボケてしまったんですね。何を言ってるのよ。そんなの私は一度も聞いてないわ。息子の結婚式は前倒したなんて、そんな大事なことを忘れるわけがないじゃない。あ、私としたことがうっかりしていました。そうだった、あやさんたちに挙式の日程をお伝えするの私ったらすっかり忘れていました。なんですって？私ったらついうっかりしてました。こんな大事なことを忘れていたなんて、私もボケちゃったんですかね。ふざけないで。こんな大事なことをついうっかりで済ませるつもり？あなた、これ全部わざとでしょ？へえ、認めなさいよ。全部わざとですって。あなた今までの司会してわざとに言って教えなかったんでしょ？違いますよ、本当にうっかりなんです。そんな意地悪私がするわけないじゃないですか。じゃあなんで結婚式は1ヶ月も急遽早めたのよ。そんなことしなくてもいいじゃない。それはあやさんたちのことを思ったからこその変更です。コウタさんと話し合って1ヶ月早めた方がいいかもって。はぁ？あやさんって家族の恒例行事を大事にされているじゃないですか。だから改めて彼に確認したんです。7月の結婚式で本当に大丈夫なのか、恒例行事が挙式日前後にないかって。そしたら恒例の山登りに近いことを教えてもらって、念のため前倒しすることにしました。
ならすぐに私たち新郎両親に伝えるべきでしょ。それを秘密にしていたなんて。だからうっかり伝え忘れていたんですってば。わざとじゃありませんよ。あやさんと一緒で私もうっかりさんみたいですね。ふざけんじゃないわよ。キャップ譲って伝えるのを忘れていたとしても、式当日には私たちがいないことがわかるじゃない。どうしてその日のうちにすぐに電話してくれないのよ。結婚式の主役は私たち新郎新婦です。主役が揃ってるなら舅と舅ぐらいはいなくていいよねって思いまして。はあ、あやさんもこの間家族旅行で行っていたじゃないですか。主役の私たちがいれば嫁は必要ないって。それと同じことですよ。なんて非常識なの。結婚式に新郎両親が必要ないなんて。あなたそんなこと言って息子は黙っていないわよ。何をそんなに怒っているのか知りませんけど、ご両親がいなくては問題ないと言ったのは全て浩太さんですよ。え、浩太さんから言い出したんです。結婚式は1ヶ月前倒しにしよう。もしうっかりしたミスやトラブルがあって両親がいなくても、それはそれで問題ないから連絡するのはやめておこうって。え、なのでこれ以上文句があるなら息子の浩太さんに伝えてください。私はただうっかりあやさんたちに伝えるのを忘れていただけなので。ふざけないでちょうだい。こんなに腹立たしい気分は初めてだわ。ちょっと今まで嫌がらせされてきたくらいでこんな意地悪な仕返しをするなんて。ああ、嫌がらせだと認めてくれるんですね。お黙り。そっちがそういう態度ならこっちも考えるわ。もうあなたを嫁と認めることは一生ありませんからね。後で謝ってきても遅いんだから。それなら大丈夫、俺が婿になるからさ。え、だから一生京子のことは嫁だと思わなくていいよ。そしてできれば一生関わってこないで。俺は京子の婿として生きていくことにするよ。え、母さん今までありがとね。でも俺の大切な人に嫌がらせする人はもう尊敬できない。俺一旦離婚して改めて京子の家に婿入りするから。え、ちょっと待って。え、これってコウタなの。ああ、コウタだよ。ずっと隣で母さんと京子の LINE を見ていたよ。え、本当に母さんにはショックだったよ。ちょっと待ちなさい。今までのは違うのよ。あの、私と京子さんはちょっと仲が悪いだけなの。別にあなたが向こうに行くほどじゃないわ。ちょっとどころじゃないよ、これ。何がそんなに気に入らないのか知らないけど、俺の大事な奥さんに一方的に嫌がらせして、向こうに行くほどのレベルだよ。そんなダメよ。あなたはうちの一人息子なのよ。そんなあなたが向こうに行ったら我が家はどうなるのよ。そんなのどうでもいいよ。最初に嫁だと認めないって言ったのは母さんだろ。こっちはそれに合わせて対応してあげるんだから優しいだろうが。そんなダメよ、絶対。大事な一人息子が向こうに行くなんて。あ、それと今度有名な脳外科を予約しておいたからね。俺が向こう入りする前に一度頭の検査してもらおうな。え、京子から話は全部聞いてるよ。この間の家族旅行だけじゃなくて、いろんなところでうっかりミスをしてるらしいな。何でも京子のことだけすっかり忘れちゃうんだって。あ、いや、それは本当にボケてたら大変だから今のうちに検査してもらおう。こういうのは早期発見が大事だからね。そんなのいいわよ。私はまだ60代、ボケてなんかいないわ。よくないだろう。俺は向こうに行ったらもう帰ってこないつもりだし。え？そしたら母さんのそばに入れるのは父さんだけなんだ。二人だけでも大丈夫なように、こういうのは早めに検査しておかないとな。ちょっと待って、あんた二度とうちに帰ってこないつもりなの？でも安心してくれ、そのために母さんのお姉さんにも連絡入れておいたからさ。ね、姉さんですって？金子おばさんに連絡したよ。母さんの事情を話したら明日にでも駆けつけてくれるって。なんですって？金子おばさんの家の近くに人気のある脳外科の病院があるみたいで、しかも素敵な老人ホームもあるみたいなんだ。検査結果次第ではすぐに入れるように手配してくれるってさ。老人ホーム？母さんは気まじめな金子おばさんのことが苦手だったよね。でもそんな人が近くにいた方が生活に張りが出てボケ防止になるんじゃないかな。おばさんも私に任せてって言ってくれて助かったよ。結婚式の後に直接二人でお願いしてよかった。ふざけんじゃないわよ。何がそんなところに行くもんですか。検査をするよと言うと病院に行きたがらない。
これはまさしく初期のボケ症状。だから違うって言ってるでしょ。ボケてないのに病院に行く必要なんてないわ。そのボケてないって診断をもらうために行くんだよ。ボケてないならその分母さんはただの意地悪姑だってことだろ。俺の母さんがそういう人なのかどうか、俺に確かめさせてくれよ。はいや、それは、その。大丈夫。なんだったら父さんも一緒に検査してもらうからさ。それじゃあ明日、早朝から病院に行くからね。父さんと二人、仲良く覚悟しておいてよね。病院での診察の結果、あやさんもお父さんも二人ともボケていないとのことでした。しかし、こうたさんは、そんなの信じられません。つまり俺の母さんが、ただの意地悪姑だったってことになるじゃないですか。と、お医者さんに詰め寄り、勝手に読みの分だけキャンセルするのも、結婚式をキャンセルしようとしたのも、全部ただの嫌がらせだって言うんですか?と、熱く説得していました。その後、赤っ端を書いたあやさんたちは、随分とおとなしくなり、正式に婿入りしたコウタさんにも、私のところにも、何も連絡は来ていません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画がスカッとした方は、高評価ボタンを。それ以外の方は、下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。